7番から始まるベイスターズの攻撃。うるせえな関根、こんなうるせえのかよ。ホームに入ります。インサイド落ちました。おい中野取れるって。今日なんか中野やる気ないな。ノーアウトランナー、どう見てもうまく打ち返されてしまいました。お前守備 A だったら取れるだろこれぐらい。そこが曖昧なんよな、プロスピって。ここまでの範囲なら絶対取れるってのを決めてないから。守備 A なのに露骨に取らないときあるんだよな。そこどうにかしないと。守備 A で今の取れなかったら終わりでしょ普通に。積極守備じゃなかったら取らないときはある。なるほどね、そこにもそれが生きてきてんのか、プロ野球スピリッツって。そういうことじゃなくない？積極消極的ってそういうことじゃないだろ。それはプロとしての甘えじゃねえの普通に。積極守備ってそういうことじゃないだろ。プロとしての甘えだろそれは。あれを積極じゃないから取れないっていう理由にしてるんだったら終わりだよ普通に。プロとして終わり。積極も消極もないわ。あれは取らなきゃプロなんだから。あーでも積極守備ついてないわ確かに。積極走塁積極盗塁、その自信があるなら守備も自信つくだろうなあ。あの打撃積極性はないんだもんな。よくわからんな。